上様、何御用でござりまする？余はそちのような良い家来を持ったことを心から嬉しく思うぞ。村正は血を見ねば治まらぬと言い伝えられているようと、血気盛んな上様のことゆえ、るいはその妖刀に迷わされたということも。万事筋書き通り運んでおったのに、またまた彦座のやつでしゃばりおって。いや、お役御免の件はこの左京之助承知の上でのこと。あれじゃ。江戸城に渦巻く大陰謀、それを知ってか知らぬか、どこ吹っ風の彦左衛門。五郎中にはカエルが当たりましたな。ああ、これは大当たりや。そさ、遠慮なくお上がりください。いざ。悪大名を懲らしめる痩せ我慢会。だが喧嘩の火の手は燃え上がる。兵庫下がれ。乗れ旗本の分際で下がりおれ。切り合いなどいたせば両家の一大事。足柄をわきまえるか。大名と旗本の対立を操って、その暁には貴殿を将軍家指南役にご推挙いたすそう。ありがたきお言葉、創設必ず勝ってご覧に入れます。さらに天下の反逆者由井正雪を借り出して風雲はらむ御前大試合、居並ぶ剣豪が火花を散らすそのうちに、天下の危機は不気味に迫る。果たして彦左衛門の活躍は。門出の血祭りだ。彦座の首をはねろ。若者どもに覚悟は言うか。新東宝が自信を持って皆様に送る時代劇豪華巨編、将軍家光と天下の彦座。彦左衛門、あの目の一重だおば倒ってまいりました。世があれほど大切にいたしておる目の江戸、わざと通ると世に逆らう無礼者。そこに乗れ。さあお切りくださりませ。なぜお切りなされません？人命を軽んじたのは全く世の心得違いであった。以後かかる過ちはいたさんぞ。それでこそあっぱれご名君でござりまするぞ。忠義一途な彦左衛門がせっせっと訴えるその真心は、皆様の胸に深い感銘を与えます。ご期待ください。